9分8秒、立花聖吾の勝ち。よっしゃよっしゃやったな。おう、よっしゃ、俺ら見たか、ここねろ。いいよ、じゃあこっから俺が持つ。いやあ、もうちょっと。おう、よっしゃ。おい、田村だ、おい。あと1回前哨戦は俺今喋ってんだろうが、この野郎。まあまあいいや、前哨戦これで儲け俺が買ったぞ、この野郎。あ、トイレはそこだよ、お前迷うな、お前ちゃんと貼ってあんだろ、トイレって。あ、それとな、お前田村だ、俺はワンツースリーだけじゃねえ、普通にフィニッシュだけじゃねえ、丸め込みだってできんだよ、この野郎。覚悟しとけ、5月6日どんな勝ち方でも強いお前からこのベルトボイしてやるからな。あー、負けたー。負けたとは思ってないんだけど。負けました。くっそ、最後丸め込みか。あー、兄貴あれ、あんなもん使うのかな。あー、丸め込みもあんぞ。あー、けど5月6日後楽園大会ガオルはしっかりとるんで負けません、勝ちます。レッツゴー。準備します。10分12秒、ハドリー・ジャクソンの勝ち。あー、負けたー。あー、くそー、これで1勝5敗か。まあ、もういいや、勝っても、足最終戦勝っても勝ち上がれないんだ、もういいや。ラティウドオンテナー。明日の最終戦 VS 斉藤玲、おい、あいつはまだ B ブロックを勝ち上がる可能性が全然残ってんだろ。このチャンピオンカーニバルは優勝しなきゃ何の意味もねえんだ。俺が斉藤玲の足を思いっきり引っ張ってやる。Back in Australia, my family had an old beat up Holden, an amazing car.But it took about an hour to start in the morning. Just because something's old and broken down doesn't mean it still can't go. And today, I started to go. And once I get going, I'm not going to stop. I was reminded today by a friend, old Bronny Reed, about the spirit and the passion for professional wrestling and the power that I had within myself. And now I'm bringing it out. You know, Honda, tough.Tough kid, tough opponent, but Jackson still needs to hang out with the young ones, and you'll see why Jackson's number one. It's not about what I did in this champion carnival. I'm going to try and do my best, of course, but it's what I do in the future of AJPW that's going to really count.
純との試合だよな。そこはやっぱ見せつけてやりたいな。勝負してやるよ。すっきり勝って俺が決勝へ進むよ。あの横浜分隊の大舞台に俺は立つよ。よいしょ。No! No, no! No, 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 no. I didn't go halfway across the world for it to go down like this. No, 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 no. Sawama, when I came to Japan, you were the competitor that I looked the most forward to facing. You are a legend, my friend. And today you proved just that. But you put me in a real bad spot. See, today was do or die. I needed this win to stay in this thing. And now, I need all the stars and planets to align to still have a shot at this. But I'm not out yet. See you, Hartley, tomorrow. What are you doing? I'm mine! I'm mine! I'm mine! Sapa! 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 していただけないですか。ナンバーワン、わかった。その気持ち受け取った。お前は北斗君だ。よし、やったぜ。暴れ回ってやるよ。ゴフで暴れなんとかでやろう。そしてよし、さあ残すところ明日新潟三条で B ブロック決まるよな。そして5月3日後楽園ホール、デイビー・ボイス・スミス・ジュニアが勝ち上がればねえ、面白いことになってんだろ今得点が。さあ5月6日プロレス、どうなるんだろうな、5月6日は東京のプロレスがよ。そこで俺が A ブロックをブロックユー、ミスタースミス。今日こうやってたくさんの人の前ででっけえ会場で勝てるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。そして明日新潟三条 B ブロック最終戦、相手は鈴木秀樹。まあ、正直何回やっても嫌な相手だけど、しっかり俺はチャンピオンとして勝って横浜分隊進みます。ありがとうございました。今日初めて武蔵と組んだけど、やっぱり俺は武蔵のことが好きじゃない。多分これからもそれは変わらないな。東北仙台帰ってきたぞ。それで何、今日はあのめんどくさい佐藤ひかるがね、対戦カードに入ってない、会場にも来てないということでね、今日はゆっくり喋れそうだね。すいません、今日は実はあのひかるさんから手紙を預かってまして、僭越ながら代読させていただきます。愛しのムーちゃんへ、今日も全日ジュニアのために戦ってくれてありがとう。夜は武蔵のジュニアが戦うと思うけど、明るく楽しく激しくしてね。では第1問。全日本プロレスのジュニアといえば淵正信選手ですが、もし武蔵選手が淵正信戦が組まれた時の作戦をお答えください。作戦、ちょっと待ってよ、急に作戦、なんだその微妙な質問、なんだその微妙な質問は。作戦なんてねえよお前、年齢とか関係なくボコボコにするだけだよお前。なんだ作戦って。
おい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 、もうこれで終わりかよ。おい、明日山頂やって、5月6日後楽園ホール大森北斗。おい、なんだ、ちょっと難しいな。勝つことなんて間違いなく簡単にできてしまうんだけども、大森北斗という滑り芸レスラーのしょうもない売れないコメディアンレスラーをどうやって、まあ、青柳優馬対大森北斗っていう、まあ、コメディアンレスラーの戦いを盛り上げて優勝決定戦に青柳優馬が進出するかをつなげるのがとてもとても難しい青柳優馬のプロレス網が試される日だ。5月6日工業戦争だけどな、こっちとらな、底辺の底辺で大森北斗と青柳優馬がやってるからな。わ、天才肌男の名馬青柳優馬と小太りの使えないダバ大森北斗、どっちが勝つかなんて明白だ。必ず5月12日、分隊の舞台に立つ。以上。悲しいよ、本当に。悲しすぎる。何が悲しいかって、この楽しいチャンピオンカーニバルがあと1戦しか残ってねっていうのが悲しいんだ。今、青柳優馬に負けたこと、悲しいとかじゃなくて、それは、次の機会に1万倍返しぐらいで返してやろうかなっていう気持ちしかねえよ。何回も言ってるだろう、俺はこのチャンピオンカーニバルを楽しんでるんだよ。この楽しいチャンピオンカーニバル公式戦があと1戦しか残ってないのが本当に残念でしょうがないよ。次5月6日後楽園最終戦か。優勝決定戦の可能性はなくなってるからな、俺は。そこがチャンピオンカーニバル最後だ。黒潮東京ジャパンか。開幕戦勝って最高のスタート切ったけど、それ以降負けっぱなしやからな。最後ぐらいは勝ってチャンピオンカーニバル締めくくるよ。黒潮東京ジャパンぶちのめしてやる。サイラー、サイラー、リビースパス10分経過。10分20秒、ヘイリーボーイスミスジュニアの勝ち。 Well, it looks like I got the biggest one out of them all.And I destroyed him tonight. Cyrus, you're a big tough man. Oh yeah, you're a big tough bear. Just like Big Van Vader above. You gave me a fight tonight. But like I said, anybody that steps in the ring with Davey Boy Smith Jr., if it's not the Bulldog Bomb,
I'll come off the top rope with the Dynamite Kid headbutt for the 1-2-3. Miyahara, when I step in the ring with you, May 6th, Corican Hall, I'm gonna take you to the 39th level of communications. You won't know what day it is or what year it is. And I'm gonna give you a free trip to the hospital, and Champion Carnival belongs to Davey Boy Smith Jr., and I'm gonna prove that. Keep watching, and if you don't got it, get it. And if you don't get it, figure it out. Ah, damn it. Oh yeah, Davey Boy, you pulled one over on me this time. Oh man, I am so mad right now. My next opponent, you better watch out. Because I don't even care about winning anymore. I just want to hurt people now. And that's what I'm going to focus on, is hurting every damn person here. Ah!間違いないけど、お前が勝つからもう脱落だよ、お前。おい、ふざけんなよ、お前。俺は譲れよ。誰にも言ってなかったけど、この試合が一番負けられなかったよ。くっそ、シングルで負けちゃった。ただ、次には繋がる、次には繋がる。今年はもう終わりました。春が終わった。でも次、まだまだいろんなチャンスがある。まだまだいっぱいある。俺は次にもう向かってるんで。まあ、このチャンピオンカーニバルでプロレスラッシュの翔太郎としての課題みたいなのね、もうたくさん見つかったんで、もうそこ一個一個クリアしていく。次イケメンとやるときは勝つよ。タップ奪うぞ。もう丸め込まれない。そして5月6日サイラス。俺たち完全な消化試合になっちまったな。せっかくアメリカから来てるのにもったいない。大丈夫、俺がジャーマンで何発も投げて、そのまま意識なくしたままアメリカに返してやるよ。以上だ。Hey!
今日
子が悪かった。それだけだ。勝ったら食べようと思っていたこの柏餅。だが俺も男だ。二言もない。この苦しみを明日のスワマに全部ぶつけてやる。ドゥーム。わあ、勝ったぜ。兄、斎藤純をぶっ倒してやったぜ。最後は俺のアイスバインで決めてやった。これで、なんだ、4勝2敗勝ち点8点だ。明日まだチャンピオンカーニバルはまだまだ終わっちゃいねえ。明日本田龍騎をぶっ倒して必ず決勝に望みをつなげてやる。さっきリングの上で約束した通り、必ず決勝に行ってまた優勝してこの宮城県に帰ってくるぜ。おい、そして純との大事な約束、俺が勝ったらあいつが、俺がいいって言うまであいつの好きなスイーツを禁止する。俺がいいって言うまでだ。俺も俺の好きなビールをかけてたからな。勝ったのは俺だ。どれだけあいつをスイーツ食えなくさせてやろうかな。楽しみだぜ。とりあえず次のタクシー飯であいつの前でこの俺がうまそうにスイーツ食ってやるぜ。残りのチャンピオンカーニバル全勝してやる。楽しみにしてろ。熱いぜ全日本プロレス TV。 月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応。試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。